牧陽子の肌がやばいと話題になっています。牧陽子の肌が汚い、劣化しているという噂が浮上していますが、その真相について調査してみました。牧陽子の肌荒れの原因や現在肌荒れが改善したことについてもご紹介しましょう。牧陽子の肌がやばい、汚いや劣化などの真相を調査のイメージ、目次、1牧陽子のプロフィール、2牧陽子の肌がやばい、3牧陽子の肌が汚いや劣化などの真相、4牧陽子の肌が復活、5牧陽子以外の肌が注目される芸能人、6牧陽子は肌荒れから美肌に復活。牧陽子のプロフィール、愛称、本名、金森陽子、金森陽子。生年月日、1982年10月15日、年齢、38歳、2021年2月現在、出身地、千葉県印西市、血液型、A 型、身長、160cm、体重、活動内容、女優、歌手。所属グループ、なし、事務所、レプロエンタテインメント、家族構成、元旦那、片山レオ、長女。牧陽子の経歴。牧陽子は1982年10月15日生まれで千葉県印西市出身の女優、歌手です。4人兄弟で兄、弟2人の中で育ったので、自身の性格を男っぽい性格と語っています。小学校5年生の時に足立由美主演の映画レックス恐竜物語を見て、同世代の女の子が活躍していることに驚き、芸能界を目指します。中学3年生の時に両親に芸能界に入ることを相談しましたが、父親から猛反対を受けました。しかし牧陽子は、女優になれないなら援助交際をしてやると脅し、芸能界入りの許可をもらったそうです。1998年、牧陽子が中学卒業後、約1000人の中からわずか5人だけが選ばれ、仲代達也主催の俳優養成所、無名塾に入塾しました。仲代達也の勘違いによりトラブルが起こり、牧陽子は2000年に無名塾を退塾しています。2001年にはもしちの事件簿でドラマ初出演を果たし、ドラッグで映画初出演を飾りました。牧陽子はその後、数多くの映画やドラマで活躍しています。2005年には映画「ベロニカは死ぬことにした」で映画初主演を飾りました。2006年に映画「揺れる」で第30回山地文子映画賞新人女優賞を受賞しています。2013年に主演を務めた映画「さよなら渓谷」で第5回多摩映画賞で最優秀女優賞受賞、第38回報知映画賞では主演女優賞受賞など多数の賞を獲得し、話題になりました。映画「さよなら渓谷」では主題歌「幸先坂」で歌手デビューも果たしています。そして「父になる」で最優秀助演女優賞も受賞しました。私生活では2008年11月に元俳優の片山レオさんと結婚し、2009年5月に女児が誕生しています。2015年9月に離婚し、シングルマザーとして女優と子育てを両立しているようです。サム・マキヨーコと旦那の離婚理由は？親権は？離婚に関する情報をまとめ、マキヨーコと旦那の離婚理由について調査しました。牧陽子と旦那の出会いの馴れ初めや結婚で、牧陽子の肌がやばい、かっこいい女性として世間の女性たちから憧れの存在の女性として人気の牧陽子の肌がやばいと話題になっています。牧陽子の肌はどのようにやばいのでしょうか。牧陽子の肌について調査してみました。牧陽子の肌に注目が、牧陽子の肌に注目が集まっています。牧陽子の肌は一時期とても荒れていました。
肌荒れで劣化したのではという声も聞こえてきました。牧陽子は綺麗で近寄りがたいオーラを出している女優ですが、よく見ると肌に凹凸があることがわかります。日本アカデミー賞の時の牧陽子の肌はファンデーションで厚塗りしていますが、凹凸を隠しきれていません。顔の作りはとても綺麗ですが、肌が汚くメイクでも隠しきれていませんでした。日本アカデミー賞での授賞式の際に、牧陽子は映画、孤狼の血で助演女優賞にノミネートされました。その時に、壇上でコメントを求められた時に、顔がアップになります。この時の顔はメイクをしているにもかかわらず、肌がデコボコしていて、毛穴が開いているのがわかりました。篠原涼子や深田恭子と共に壇上に並んでいましたが、比較しても肌荒れが明らかでした。ドラマだと牧陽子だけを特殊照明で照らすことはできますが、壇上ではさすがに肌の質感までごまかすことができなかったのでしょう。牧陽子の肌荒れはストレスが原因。牧陽子の肌荒れはストレスが原因と噂されています。牧陽子はカンヌ国際映画祭で急に金髪になって登場し話題になりました。牧陽子は女優として役柄のイメージやドラマや映画での撮影で自由に髪型を変えることができなくてストレスがたまるようです。カンヌ国際映画祭の直前にストレスが大爆発し、金髪に染めてしまったそうです。この時期には私生活でも様々な問題を抱えていたようで、ストレスが溜まっていたのかもしれません。長塚圭史と不倫疑惑が報じられ、旦那との夫婦喧嘩も目撃されています。牧陽子はもともと、体型の変化が激しく、メンタルの状態が体型に出ています。牧陽子は女性週刊誌に、歌舞伎町のホストクラブで一晩で2000万円を散財したと報じられました。離婚したストレスも原因だったようです。牧陽子はここ数年、主演ドラマが不調で、ツイッターが炎上したり、ドタキャン騒動や事務所独立など、様々なことがあり、苦しい時期でした。事務所移籍後に初の連ドラの主演を務め、相当な重圧を感じていたのではないかと思われます。様々なストレスがお肌に現れてしまったのでしょう。牧陽子の肌荒れに関する世間の反応。牧陽子の肌荒れに関する世間の反応についてご紹介しましょう。牧陽子の肌荒れの様子を見た人からは、これ本当に牧陽子、肌の劣化が半端ない、などのコメントが寄せられました。牧陽子は綺麗だけれど、ちょっと痩せすぎで、肌が劣化している、という声も聞かれました。牧陽子の肌が汚いや劣化などの真相、牧陽子の肌が汚いや劣化などの真相に迫ってみました。牧陽子の肌が汚い、劣化していると話題になっています。牧陽子の肌はなぜ汚い、劣化したと言われているのでしょうか。牧陽子の肌が汚い説の真相、牧陽子の肌が汚い説の真相に迫ってみました。牧陽子の肌が汚いと言われているのには何か理由があるはずです。肌が汚い理由について調査してみました。肌が汚いと言われるのは喫煙が理由。牧陽子の肌が汚いと言われるのは喫煙が原因の一つとして挙げられます。牧陽子は2014年に放送されたドラマ、モズの打ち上げの際にも、かなりの本数のタバコを吸っていました。ストレスなどからタバコの本数が増えたのかもしれませんが、タバコの影響で肌荒れしたのかもしれません。牧陽子はもともと肌が弱いようです。その上でタバコを吸うと肌荒れする可能性が高いです。牧陽子はヘビースモーカーで、撮影所に到着しても常に加えタバコという噂です。
肌が汚いのを理由にぼかしも、牧陽子は2011年に放送された連続ドラマ、彼、夫、男友達の中で、牧陽子の顔がアップになるとぼかしが入るという噂が浮上しました。確かに、第5話の終了間際には牧陽子のアップのシーンがあります。目頭と目の下に薄いぼかしを確認することができました。牧陽子はヒロイン役だったので、肌の劣化に修正が必要だったと思われます。牧陽子の肌の劣化説の真相、牧陽子の肌の劣化説の真相に迫ってみました。牧陽子は肌が劣化したと言われていますが、本当に劣化したのでしょうか。昔と比較し検証してみました。年齢を重ね肌が劣化。牧陽子は年齢を重ね、肌が劣化したのでしょうか。牧陽子は2021年の誕生日が来ると39歳になります。年齢を見ると、年相応の肌のように思われます。牧陽子は痩せたり太ったりと体重変動があるので、体重の増減を繰り返すことで肌に影響があります。体重の増減を繰り返すことで、皮膚は伸び縮みできなく、縮んだことでシワができてしまいます。牧陽子は痩せたり太ったりを繰り返し、シワができて劣化したと噂されているようです。肌の劣化状態を昔との顔で比較。牧陽子の肌の劣化状態を昔との顔で比較してみました。牧陽子の昔の画像を見ると、肌がとても綺麗なことがわかります。全然肌荒れしていなくて、とても可愛らしい雰囲気でした。牧陽子の肌の劣化は食事が関係との声も、牧陽子の肌の劣化は食事が関係しているという声も聞かれます。牧陽子はイベントやテレビ番組に出演した際に、それを見た人たちから、誰かわからなかった、激太りで変わりすぎ、という驚きのコメントが続々と寄せられました。牧陽子は小顔で有名でしたが、顎も二重顎になっていて、顔にも肉がついているのがわかります。内回り大きくなった顔から確かに激太りしている様子を確認することができました。ここまで激太りしてしまった原因には、食生活の乱れが考えられます。牧陽子の肌が復活。牧陽子の肌が復活したと話題になっています。肌荒れで注目されていた牧陽子ですが、現在は肌が復活し、綺麗になったと評判です。牧陽子の肌が復活したことについて調査してみました。牧陽子の肌が復活と話題に、牧陽子の肌が復活したと話題になっています。牧陽子はドラマや映画に引っ張りだこで、どんなお手入れ方法をしているのかも気になることろです。現在では肌が綺麗になったので、化粧品の CM にも起用されています。現在は太陽の下にいても、肌が美しいのがわかります。あれだけ肌荒れしていたのに、こんなに綺麗になるんだ、と驚く方も多いようです。美肌復活はいつ頃から？牧陽子は2013年にカンヌ国際映画祭の時には肌が荒れていました。その後、牧陽子のインスタグラムをチェックすると、2014年4月頃に投稿された画像では美肌が復活しています。すっぴんの写真を投稿し話題になりました。現在の牧陽子のすっぴん肌も調査。現在の牧陽子のすっぴん肌についても調査してみました。牧陽子は自身のインスタグラムですっぴん肌を公開しています。牧陽子のすっぴんはイケメンだと噂されていて、肌が綺麗な様子もわかります。肌のツヤが素晴らしく、美しいすっぴん顔を公開し注目されています。化粧品の CM にも出演し、濃いメイクの CM からすっぴん肌の CM まで何でもこなしている牧陽子からも肌の美しさがわかります。
牧陽子以外の肌が注目される芸能人、牧陽子以外の肌が注目される芸能人についてご紹介しましょう。牧陽子は過去に肌が汚いと噂され、注目されました。牧陽子のように肌が注目されている芸能人にはどのような人がいるのでしょうか。売れっ子の芸能人ならば、収入も高く、贅沢なスキンケアをしているイメージですが、そんな芸能人でさえも、生活習慣や体質などで肌が汚くなってしまいます。肌荒れやニキビはストレスによって反応するので、芸能人はストレスや悩み事が多いので肌荒れするのも納得です。ストレスは美肌の大敵です。芸能人は毎日生活リズムが異なり、睡眠不足や睡眠障害になりやすく、食事の時間も不規則になってしまいます。撮影用のメイクは肌に負担がかかるので、芸能人は肌荒れする職業です。肌が注目されている芸能人の一人に小泉今日子がいます。小泉今日子は牧陽子と同じく喫煙者です。小泉今日子にはヘビースモーカーの噂があり、肌が汚いと言われている原因の一つにタバコが挙げられます。喫煙者は鼻から差がシワっぽく見えます。タバコを吸うときには、口唇をすぼめて吸うので、それによっておばあちゃんの梅干しのような口元を作ってしまいます。タバコの本、